パパジーンズ古民家エンドレストランクリーンアップ。今日は2階の物置を家事室に改装しております。1日でここまでやりました。今日はよく寝ました。今は8時です。今日は10月17日、木曜日です。気温は21度です。昨日と全く変わり映えしない、アイテムです。でもこんな朝ごはんのシーンを撮ってもしょうがないなと思いつつシュートしてます。食べやすいように工夫しました。これほら半分です。半分か、こう切って、また切って、また半分にして、でそれぞれ、作りました。こう、ね。だからこれは一つというか、まあ、で、中身をまたちょっと出して、食べて皮だけにして、で、挟みました。で、こう食べるときに、この、マヨネーズをクチュクチュっとしてで食べます。で、人参はもうこのまま食べます。あと残ったこれもこのまま食べます。いただきます。この物置部屋を家事室に、したいと思います。まずハードウッドをフロアを並べてみました。で、あとはこのちゃんと寸法に切って、きっちりとここに、インストールしたいと思います。どんな風に切るかいうのを今から考えます。ここの幅も埋めないといけないし、で、まあ、これだけの材料しかないから、この端材をうまく利用したいと思います。面積的にはもうちょうどぐらいな感じです。頭を使わないとダメです。ただいまの時刻は12時15分前です。半分晴れました。ここの処理もちゃんと、ほら。ね。はい。ちゃんと。ここはついでます。はい。こんな感じです。半分晴れました。はい、ちょうど12時になりました。ミュージック、スピーカーから聞こえてきます。お昼のミュージックです。今日のお天気はいいです。朝ちょっと曇ってたけど、はい、12時半になりました。ラストピースのところまで来ました。あとはこのゴミの木でついでついで端に持っていきたいと思います。しょうがないね。はい、最後のラストピース、おーねえ、これがここに来て、で
これがここに来ると。どうでしょう。入るはずやけどな。で、これで叩いて入れます。こう筋を合わさないといかんからね。はい、叩いて入れます。はい、入れました。こんな感じ。Not so excited。とりあえず、もし高良町にもっとこのピースがあったらもう一回貼り直します。とりあえずもうこれで今日は、釘なしで留めてます。いつでもばらせます。はい、完成しました。こんな感じです。ね。はい。ついでるところは、ここ。ここです。と、ここです。ここです。はい。ね。で、ちょっと寸法足らんかったから、こういうピースでジョイントしました。どうですか？こういうスペースはしょうがない。この、これが、ね、これが曲がってるから。これでもすごい正確にこの家はできてると思う。カナダの家でこれだけのスクエアは絶対出てないと思う。はい、でこれで鍛冶室のフロアができました。あとは壁紙を貼っていきます。壁紙が当たるかどうかまず計算してから貼っていきます。今日のお昼は台湾の金麒麟に来ました、B 定食とのラーメン付きを選びました。どんな感じですか？ラーメンとこの炒め物と、まあ、ご飯も大きな、こういう感じです。はい、いただきます。はい、いただきます。今の時刻は4時45分です。とにかく天井は難しい。初めこれを1枚でやろう思ったけど失敗して、で半分でやろうと思って失敗して、で結局4分の1ずつ、これ4分の3、あと4分の1。もう刻んで刻んで、貼っております。はい、これ刻んでる大きさです。で、これが2、4、6、75センチぐらいですね、幅が。このぐらいに刻まないと無理。うん。プールをこんな T 型のトゥールを作ったりとかいろいろしたけども、もう無理です。結局何にもない方が楽です、というふうに悟りました。時刻は7時20分です。天井の壁紙を貼り終えました。天井の壁紙、床より長いこと時間かかりました。もう難しい、もう嫌い。なんとかかんとか貼り終えました。あとこのサイドはイージーです。
もう今日はこれでお開きにします。明日もこの部屋完成します。お、またメス、ね、はい、あとこんだけの壁紙で張り終えるかな。ちょっと足らんと思います、まあ、とにかくこの部屋がアンフィニッシュの部屋が、家事室に変わります。ミシンとか裁縫道具とかいろいろあるから全部ここに置きます。はい、はい、こういうものの、置き場所です。裁縫道具とかアイロンとか、これもなんか裁縫の道具やわ。こんなんいっぱいあんね。まだまだあります、他にも。これはまだ氷山の一角です。はい、今日はスーパームーンらしいです。ただいまの時刻は8時です。あ、遅い夕食になりました。もうヘトヘトです。壁紙、天井の壁紙、ほんまに大変でした。床張りよりエネルギーと時間を使いました。で、まあお昼、台湾でちょっと多いぐらい食べたから、もううどんでもこれだけシンプルに晩ご飯します。2種類のキノコの入ったお味噌汁にもただうどん入れて炊いただけです。もうこれでいいです。もうこれももう食欲ないぐらいです。もうこれをちょっと思いっきりかけて食べよう。唐辛子、はい、いただきます。 Thank you for watching. See you tomorrow. Good night.